柊木先輩こんにちは。先日先輩と見た高峰さんの彫刻が作り直されて美術館に展示されているそうです。一緒に見に行きませんか？お返事待ってます。やっぱり子供っぽいよね、こんな文。絵文字はやめた方がいいかな。だいたい私何期待してんだろう。柊木先輩はただ挨拶代わりに名刺くれただけで、もし返事が来なかったら、ケイチ。キャーキャー、ケイチだって。オッケーだって、オッケー。マイメロありがとう、マイメロ最高。ウタ、あんたが大声出すからネイルがはみ出しちゃったじゃない。もうごめんなさいお姉様。え、お姉様？ほら、はみ出したとこはこすって消して、あとはちょちょちょいと修繕修繕。はい、出来上がりよお姉様。あんた熱でもあるんじゃないの？先輩さんとデートなの。デート？メールで誘ったらオッケーだって。厨房はみんな一度はヒイラギにはまるんだよね。え、みんなってお姉ちゃんも？え、なわけないでしょ。っていうか愛するより愛される方がいいよね。ああ、それで菊池先輩にしたんだ。私のことはどうでもいいの。それよりヒイラギはなんで歌に興味持ったわけ？なんで歌の誘いに乗るわけ？別に部活の延長だって言ってたもん。だからってちょっとありえない。顔は十人並みだし、バイオリンは下手だし、寝相は悪いし、不器用だし、ガキだし、こないだご飯3回おかわりしてたし。そこまで言うたら歌ちゃんは。そういうことじゃない。いいとこあるよ。何よ。鼻毛だ。なんまたあの小娘とデートするって、なんでヒイラギ様ばっかりモテるぞな。何ブツブツ言ってんのさ。ヒイラギ様はあたいたちにチャンスを与えてくれたんだよ。今度こそメロディータクトを奪うのさ。そういうこと、クロミはよくわかってるね。ああ、ヒイラギ様、お任せくださいヒイラギ様。絶対うまくやってクロンプを取り放題にしてみせます。え、私も行っていいの？もちろん、部活だもん。それに私、一人だとどうしていいかわからない。わかるわかる。ねえ、乙女チックはやめんかい。そんなこんなで土曜日です。この靴合ってるかな。かわいいよ、バッグと同じ色だし。私も一晩悩んじゃった。そうだよね、ミキかわいい、そのお花。あ、先輩早く来ないかな。何が早く来ないかなだ。まだ待ち合わせの時間まで1時間もあるじゃないか。俺がヒイラギ様なら3時間前には来てるぞな。5時間前には風呂に入ってぞな。4時間前には毛並みを整えてぞな。3時間前には到着して、2時間前にはコースをチェックして。興味ねえよ。あ、なんだ携帯？テレビの検証で当てたぞな。そこにしまうのか？ラッコみたいなやつだな。これで女の子に電話番号聞けるぞな。意味わかんないんだよ。くんくん、クロミ様、夢の匂いぞな。なに？よーし、ヒイラギ様が来るまでに一仕事するか。
この女ぞね。おお、なんかクローンポーは逆立ちそうだね、お姉さん。な、何？あなたたちは。いいから、あんたの夢を言ってごらん。夢？うん、うん、留学することになって、明日日本を離れるから。片思いの彼に一目会いたいけど、それなのにこの2週間ずっとメールしたり電話してるのに一度も返事をくれなくて、もう今日しか会えないのに。2人で行った店にも行ってみたけど、どこにもいないし。もったいない話ぞな。ひどい男。オッケー、あたいに任せな。開け夢の扉。私の携帯が。その携帯で相手にメールを打って命令すれば、何があってもメール通りに相手が行動するよ。しかも教会で命令してキスすれば、彼はあんたをメロメロに愛するようになるよ。一緒に外国へ連れて行くのも思いのままさ。本当に？さあその彼に命令してごらんよ。今すぐ会いに来て。ケイチ。ミナさん、お前たちの仕業か。知り合いだったぞ、なんか。彼がケイチ。こないだまで私にバイオリンの個人教師をしてくれてたの。そう。ゾナ。元に戻せ、今すぐ。はあ、紅茶が美味しい。いや、それ現実逃避だし。それにマイメールのパクリゾナ。元に戻す魔法ないです。ごめんゾナ。ありがとう、黒ずきんちゃん。そう、いっこ、ヒイラギ様。みなさん、僕の一番嫌いなことって知ってますか？さあ、天才くんの気持ちなんてわからないわ。自由を奪われることです。こんなことをするとあなたを嫌いになりますよ。もともと好きでもないくせに。よくも2週間も無視してくれたわね。絶対に許さないから。あ、シートベルトはしてね。遅いな、ヒイラギ先輩。あ、マイメロ寝ちゃってるよ。どうしよう、どうしよう。このままでヒイラギ様はあの女のものに。マイメロに頼むしかないぞね。待ってないよ。痛いぞな、やめるぞな。やめた、クロミ様、落ち着くぞな。ヒイラギ様をあの女に捕らえてもいいぞなか。私を抱きしめて。そんなのやだ。遅いね、先輩。うた、あれ。クロミとバクだ。え、クロミちゃん。いいぞなか、クロミ様、素直に頼むぞなよ。クロミの音ナンバー856。あれ、あれ、この水鉄砲壊れてる。どれどれ、ボタン押してみた。じゃん。え、振るだけで出るんじゃなかったの。でっけー。なあ、クロミ様。わかってるよ、でも体が勝手に。なんか揉めてるみたい。何やってるのかしら。ヒイラギ先輩が魔法に。ヒイラギ先輩が。教会でキスすると先輩はその人を愛す。
大ゾナ。なんでそんな魔法をかけたのよ、ボケなすび。魔法をかけたのは黒美様ゾナ。うた、そんなことしてる場合じゃないよ。だからマイメロに魔法を解いてほしいんだよ。この通りだ。分かったから早く案内して。その赤い車はどっちへ行ったの。こっちゾナ、こっちゾナ。どうして電話にもメールにも出てくれなかったの。私の気持ちには気づいてたはずよ。答えなさい。だからっていちいち相手してたら身が持たない。今すごくムカつくセリフが聞こえた気がするぞな。はこっちぞな。お前最近特殊な感覚が身についてないか。今好きな人がいないならとりあえず私と付き合ってくれたっていいじゃない。ケイチの欲しいものなら何でも買ってあげるのに。この世で手に入るものならもう全て持っています。うわ、またぞな。こっちぞな。あなたって本当に最低、最悪。みなさん、下ろして。ダメよ。愛してるって言って。愛してる。やっぱりこんなんじゃダメ。満足できない。完全に私のものになってもらうわ、圭一。何してるの。脱力。立って歩くのよ。ん？バイオリン男。マナ！あ。ヒイラギに魔法が？マナ！
様、何よ、キャーキャー、やめて、ヒイラギ様、キャー。こりゃ相当来てますね、先輩。さて、こちらは僕がヒイラギ様に。見たくない、マイメロ、真面目にやれや。何やったんだよ、痛い。だって、マイメロもわかんない。人参頭の蹴りのせいで携帯が壊れたぞな。人参、デカラス、そこ動くなよ。状況がどんどん複雑になるぞな。やだやだ、ケンジ、ミイキ、うちがそういう冗談嫌いなこと知っとるやろ。だってしたいんだもん。ミイキ、幼稚園の時遊びでしたじゃない。私の唇は今はワナのものだもん。いらんわ。宇宙、黒ずきんちゃん、もういや、魔法を解いて。ってことは、みんな相手にキスするとその人を愛するようになるってこと？そんなことなんてたまるかい。にゃーん、そうだ、今のはなしって送ってみたら。あ、なるほど、送信。みんな、何でもいいからメールを打って、どれか当たるかもしれないもの。いざとなったら身を投げ出して先輩を助けます。誰か付き合ってぞな。夢ができた。女にはほっといてもらいたい。うおー、やかましいぞな。マジカルハップ、よりどりみどり、ラブラブメリーゴーランド、お願いラブリー王子様、私のハートをハッピーチョイス。やっはっ、ヤギ様、見て、ウドムちゃん、ヤギさんがついてるの。ダーストラップね、それがどうしたのさ。追いついたよ、バナ。追いついたよ、ミキ。マイメロ、もう一度メロディーマークやってみる。やめろ、もうお前は何もするな。タンスに鍵かけて自分を縛っとけ。そうかな。そうなんだよ、アホか、お前ら。マイメロ、やるんや。ごめんなさい、ケンイチ。それと、さよなら。私の夢が変わったわ。留学から帰るときは、あなたより素敵な彼と一緒だったらいいな。なんか言うたらんかい。やり方は間違うてたけど、あんた思うがあまりやったことなんやで。こんな男で、ごめん。ほんと、最低ね。ありがとう、黒ずきんちゃん。最後に会えて気が済んだわ。ごめんなさい、もう申し訳ありませんでした、ヒイラギ様。バクのやつがあの女に魔法をかけろっていうもんですから。お許しを。
今度僕に魔法をかけたらこれを燃やすよ。それだけはご勘弁を。それはあたいのライフワークなんです。二度としませんって100回言うんだ。二度としません、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 二度としません。